現在多くの旅客機は後方座席の乗客から案内していますが、日本航空は国内線のうち通路が2本ある大型機で、後方の座席と窓側の座席を同時に案内する搭乗方法を今日から始めました。窓側の乗客を前方後方に関わらず先に搭乗させることで、通路側の乗客の着席がスムーズになります。さらにファーストクラスなどの乗客だけが利用していた前方の搭乗口も開放し、2本ある通路のうち奥側の席の乗客は前方から搭乗します。新しい方法の導入で搭乗時間がおよそ50秒短縮できるということです。今後は国際線への導入も検討します。